高畑幼は戦国時代の武将、細川氏の家臣、高畑長信の弟、通称は神九郎、後に伊豆守の関都名を与えられる。元は山城国蕎麦の国人の出であった。同国の国人は山城国一揆が当時の官僚であった細川正元と関係を持っていたことで知られるように、戦国時代に入ると、 同志の影響を強く受けるようになっていた。高畑氏は、葛川流域の高畑層の有力武士であるとともに、土葬や水分関係の仕事などを営んでいったと言われている。細川高国と細川春元が官僚の地位をめぐって争った際には、長寿川兄である、与十郎長信と共に晴元側の一員として参戦し、晴元の勝利後には、兄が山城軍隊として、 山城国内の細川領を監督する地位に立ったために長寿家も春元の謹慎として仕えた。高畑氏はその地域性から釘や自社勢力ともつながりを持ち、特に桂川から淀川を経た下流にあたる石山本願寺と密接な関係を持っていた。本願寺門主少女とも親密な関係にあり、 少女が、二田茂直の娘との間に男子が生まれた時には、官僚、春元の代理として、祝辞を述べている。また、三好元長、内藤国貞との戦いにも参戦して、先行を挙げている。木沢長政の死後、同じ頃に死去した兄の後を受けて、山城軍隊となり、細川氏綱や、これと結ぶ畠山聖国らとの戦いに参加する。一方、 天文15年には春元に従って、小奈良天皇に敗越している。だが、春元の重心三好朝兄のうじつな方への離反をきっかけに状況は一変する。天文18年、江口の戦いにおいて、晴れ元片三好正長の軍に参加した、長次家は三好朝兄の攻撃によって廃止してしまったのである。近年、 上杉本落中落外図に長寿家の屋敷が描かれていることが確認されたために、執筆年代との関係で様々な議論を呼んでいる。ただし、兄である高畑長信について論じた、馬部隆博弘は、高畑氏を阿波国名西軍の国人出身としている、i s b n 七十八から四から6 4 2 0 2 9 5 0六黒田、百九十六年。 P261 から264ありがとうございます。